はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでただいま12月17日木曜日でございます。バージョンアップされましたね。というわけで今回はバージョンアップ5なのにもかかわらずその話ではなくてガチャ引きたいと思います。そしてなんか特殊なガチャが映っているんですが、これを引くんではありません。そう、年末アップで直前フリースカウト後編でございます。きっとレアルマドリードガチャはその後になると思います。今回の動画一体どこに差し込まれるのかわからないんですが、年末ギリギリでやるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。あ、でも SWCC もあんのか。あ、来年かもね。ちょっとどこで差し込まれるかわからないんですが、やってはいきたいと思いますよ。ちょっと自力ごとってできそうにないね。どんな感じになるんだろうね。ちょっと今のところちょっとガヤ2体ってところだもんね。いやいやいや、ちょっとわからないですけれども。さあ、というわけでね、今回ちょっとサカツクのお話していきたいと思います。さあ、年末ガチャは結局レアルマドリードということになりましたね。まあまあまあ、サイドアタックレアルマドリード、今回の目玉はフィーゴでしたけれども、まあベッカムでもいいのかなーなんて思っちゃったりなんかしてね。そしてレーン特徴キーマンスキルがあるのにキャプテンスキルがないというね。追撃もちょっと想定されるような感じのガチャになってますよね。要は今のレアルマドリードになってますよね、今回のガチャがね。ってことはだね、やっぱりレジェンドなんて入れてくるんじゃないかなっていうことがね、ちょっと想定されますよね。だからね、どっちを引けばいいのかですよね。マグはもう多分きっとお知らせ動画の中でね、無課金を引くときぞって言ってると思うけれどもね、どこで引いたらいいんでしょうかね。ちょっと難しいな。マグはね、あんまり、ベンゼマやフィーゴにも、ね、そんな思い入れがあるわけじゃないんでね、どうしようかな。ちょっとね、1月20日まで今回のガチャはね、引けるんで、もしかしたら追撃ガチャを見てから引くっていう手もありかな、なんてちょっと思ってますね。まあでもレアルマドリードサポーターはもうどっちもガチで行かなきゃいけない感じになってるのかな。まあでも100連でね、また好きな選手を取れるので、誰がいいんだっけ、ベンゼマとフィーゴだっけ、そのどっちかを取るみたいな感じですかね。はい、というわけで、最初の10連はなし。さあ次、チケットも引いていきましょう。前回ね、5体しか引かなかったからね、もうちょっと欲しいんだよね。ちょっとね、最近ね、あの、被ってるポジションはね、売るようにしちゃったんで、だからね、なかなかね、自力ごとつってのは難しくなっちゃうかもしれないね。まあ、大体の選手に関してはね、もういいかなーみたいにね、ちょっとなってきちゃってるんですよね。おっと、ビトーロ。まあね、アトレチコ、マドリー関係で、揃えるのは難しいからな。星4とかも取っといた方がいいのかな。今の確かアトレチコだった気がするしね。さあ、なかなか引かないですけれども、そうそう、でこの無料280円もね、やっぱりこうクラブ属性がついたことでね、あの使わないなって思う選手も取っとかなきゃいけなくなるのかな。はい、ありがとうございます。いいタイミングできました。ドリブルマスターだそうです。ホアキンコレア、まあ使わない。そうですか、でもアルゼンチンだからな。え、ホアキンコレアはアトレチコ、そうなると取っとこうかなっていう気にもなるけれど、ホアキンコレアはどこの人でしたっけ。まあでもね、多分ね、初引きかな、持ってないと思うんで、ちょっとそこら辺もね、踏まえて、どうするか考えたいなと思います。まあでも今回ね、20連で1体引きましたが、まあまあいいんじゃないでしょうか。1日1体引けるとね、いいかなって気するんですよね。はい、というわけで、今回はホアキンコレアをゲットしましたー。ありがとうございます。あ、全然違いましたね。ラツィオでした。いやー、そうか、ラティオって言われちゃうと、それはそれでまた、
使いづらいな。そうか。ラツィオか。わかりました。というわけで、また明日まで、カットはい、というわけで、ただいま、12月19日土曜日でございます。なんと、昨日の金曜日分、サカツクの動画を撮ることに、忙しいあまり、なんと、あのまま、ガチャ引くの忘れました。いや、もうやっちまいましたね。というわけで、280連なんですが、本来はね、なんですが、今回、またね、20連少ないの？あ、でも、チケット分はあるから大丈夫か。今日30連ってことなのかな？じゃあちょっとね、急いで回していきたいなと思います。いや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 、なかなかね、うまくいかないですね。まあ、今回ね、サカツクのアップデがあったわけですけれどもね、どうしようかね、レアルマドリードガチャまだね、ちょっと考えているんですけれども、多分ね、年内にはね、GB36000 行くよね。だけどね、ガチャがね、1月20日まで待ってくれるっていうのは少し、はい、ありがとうございます。こっちは待ってくれなかった。勝利のマエストロ。誰だろう？右ウィング。あれ？誰だったっけ？あ、お前もなんか地味に揃ってきたな。使うつもりねえな。イアゴ・アスパス。無料280連せっかく引いてるんですけれどもね、あなたも星5にいたよね。ちょっとね、今のイアゴ・アスパスも、あ、でも、スペイン縛りの方では起用が可能か。まあ、じゃあちょっと、イアゴ・アスパスに関しては、自力ごとつできる可能性もあるぐらい引いてるんで、保留。まだ今後もね、イアゴ・アスパスで入ってくるかもしれないし、で、そもそも今回ので引くかもしれないからね、まだね。ちょっとイアゴ・アスパスはキープということで。下手すると3体ぐらいもういるかもね、イアゴ・アスパスは。あ、そうだね。じゃ、昨日やらなかったのは10連だけで、今日20連引けるんで、今日20連引きたいと思います。さあ、やっていきたいと思いますけれどもね。でね、サカツクのアップデでね、ちょっとエルブランコが来たわけですけれども。やっぱね、ちょっとね、もういろいろネットとかでもね、さっきね、マグがね、生放送、ライブでお伝えしているゲーム、フォールガイズの、生放送があるんですけれどもね、まあ、このサカツクをやってる人にとってみたら、あまり興味がないかもしれませんけれども、プレイしてるときはね、フォールガイズっていうゲームをプレイしてるんですけど、話してる内容のほとんどがね、サカツクになっちゃってるんですよね。別のゲームで別のゲームの話をしている。まあね、ほとんどね、サカツクの話をね、延々としてたんですけども、その中でもね、やっぱりいろんな人たちがね、まあ、ラウールが来るんじゃないかとか、ね、ロベカル復刻あるんじゃないのみたいなね。ちょうど左サイドバックが今回出てないっていうことでね、左来るんじゃないのと。で、レアル、まあでもそもそもね、ミケル・ラサがね、左サイドバックなんですけどもね、そうは言っても最近のサカツクだと、フィーゴだって別バージョンで出ている時点で、ロベカルだってまだ可能性はありますよね。で、まあやっぱりセンターバックのもう一角。今回ね、やっぱミリトンは外れ、あおう。はい、というわけで勝利のマエストロ、一体誰なんでしょうか。これ、ごとつできるかもな。いやー、来ました。イアゴ・アスパス2体目。いやいや、これ、あるな。ごとつあるぞ、イアゴ・アスパス。マエストロって言われちゃったけれど、どうなの？使えるか使えないかは全くわかりませんけれどもね、スーパーサブの一つや二つないと結構厳しいですよ。なぜなら右ミッドフィールド、右ウィングっていうのはね、どの戦術でもメッシが出てくるんだ。で、他にもね、自力ごとつした人ではね、ウォルコットもいるからね、アレクシス・サンチェスもいるからね、そこのポジションはね、結構熾烈なんよ。だからわざわざごとつする必要ってのはあんまりないんだけれども、もうまあ、スターチャレンジ要員としてね、スペイン国籍縛りの方では
起用が見込まれる。まあでも最近ではね、そういう使い方もありかなと思ってるんでね。まあ右ウィング肩ではありますけれども、まあ、こんだけね無料でせっかく来てくれたんだったら、いや、ワスパスもごとつしてあげてもいいかな。揃い次第ですけれどもね。アイテムは一個も使わないよ。今回はね、前のイカルディとかさ、ナインゴランみたいに付加価値のついてる選手じゃないからね。いないんだよね、そういうのがね。せめてね、1体でもそういうの言うと、こう、当たりってのがね、あると楽しいんですけどもね。さあ、まあ今回ここまで順調だったんですが、ラスト10連も出てきていただけると助かります。はい、出ませんでした。というわけで、今日1日30連やって、2体ゲット、全部イアゴアスパスでした。じゃあ、明日まで、加藤ごとつするべかな。はい、というわけで、ただいま12月20日、日曜日でございます。はい、というわけでね、引きたいと思いますけれどもね、今回もまた、まさにね、今日、前編を今、アップし終えたところでございます。まあ雑談会ではあるんですけれどもね、まあ、今回のサッカーと話といえばね、今日、J リーグ終わりました。いやー、コロナで大変な中ね、2020年の J リーグがようやっと終わりました。世界屈指の選手が来たはい、というわけでこれは星5確定。まさかのこの喋り始める、もうグラムは育てないと決めたの申し訳ないね。そういう風に決めちゃうと来るんだね、やっぱりね、そういうもんだね。はい、というわけでね、ちょっとね、 J リーグいよいよ終わりました。本来ならね、この時期に、もうとっくにね J2 は終わってるもんなんですけれどもね、こんなクリスマスギリギリまでねやってたわけですから、20日でまだサッカーやってるってのは珍しいですからね。まあでも、ね、今年限りにしていただきたいもんですね。本当にね、来年こそはね、ちゃんとサッカー見に行けるといいな。はい、というわけで、まあね、J1、J2 全部終わったんですが、ね、もう昇格チーム、降格チームがね、今年はなしということなんですが、昇格はありということになっております。そして来年、地獄が待ってますよね。降格チームがなんと4つとかね、かなりの熾烈なリーグになることはもうこの時点で分かってますからね。で、それでもね、やっぱり観客全員入れることはできなかったわけですから、それを考えるとね、ちょっと収益の方がね、かなり厳しいので、補強っていうのをね、各チームがなかなかできないんじゃないかなーって思うんですよね。特に J1 でね、補強は大事だと思うんですよね。そうしないと4チームが降格ですから、その中でね、やんないといけないのはかなり厳しいかなと思います。はい、というわけで、最初の10連は、ファウジ・グラム選手、星5獲得いたしました。ごめんね。売っちゃうだろうな、これもね、使わないと決めちゃったからね。そしてね、マグはね、未だにね、こうセンターバックがごとつできていないので、センターバックがね、本当に欲しいのにね、来ない。ずっとスモーリング言ってたのにね、全然来ない。本当に残念ですよ。そしてね、 J リーグ終わったんですけれども、まあ私のね応援している、東京ヴェルディからはね、近藤直也選手が、現役を引退ということでね、その他にもね、佐藤久人選手とかも現役を退くというふうに発表しておりますけれどもね、まあ、中村健吾選手もそうですし、いや、まあ寂しくはなりますけれども、やっぱりね、昔よりもね、引退が徐々に伸びてきているなーっていうのが印象ですね。やっぱりサッカー選手っていうのはね、経験も必要な要素ですから、特にね、まあ、自転車みたいなものっていうふうに表現されることが多いんですけれども、一度覚えたら忘れないってやつなんですよね。だから、おそらく通じなくなってくるのは、スタミナ、スピード、この部分がね、どうしても若い選手には追っつけなくなってくるんですよね。まあ、ボディバランスやね、フィジカルに関しては、ある程度維持できたりもするんですけれども、やっぱりね、どうしてもね、直線的なスピード、特に初速ですよね。
あれはね、どうしてもね、もう衰えますよね。そしてね、無理するとね、すぐ怪我になるんですよね。筋肉系のトラブルなんてのね、起こしちゃうと、ベテランの選手たちは治んないですからね。もうそういうもんですよね。マグもね、金曜日になったらね、急に足がつったりするようになりましたね。これはただの年かな。あと運動不足。ね、もう本当によく足がつる。ね、本当に。コロナだからね、運動不足なんですよねって言いたいところなんですけどね、元から運動しないんだ。はい、というわけで、今回の20連、ファウジ、グラム一体でした。というわけで、また明日まで、カットー。はい、というわけで、今回は12月21日月曜日、行きたいと思います。ちょっとね、最近アーセナルの試合がね、深夜なんでね、ほとんど今見れてないんですけれどもね、日曜日にね、ちょっと見るチャンスあったんですけど、M1 見ちゃった。というわけで、先ほど、ハイライトだけね、ちょっとちらっと見たんですけれどもね、アーセナル、エバートンに敗れる。ということで、これ7試合未勝利。まずいですね。ちょっとアルテタ監督の首が徐々にすすけてまいりましたけれども。マグとしてはね、アルテタ監督でちょっとね、最後まで行きたいんですけれど、ちょっとね、そう予断を許さない成績になってきてしまいましたのでね。ちょっとまずいかもしれないですね、これはね。で、まあ、ちょっと全体的にね、なんでアルテタ監督がこんなになってしまったのかっていう話なんですが、やはりね、ちょっと、ここの、ガチャ動画で何回も言ってると思うんですけど、まあ、エジル問題がちょっと尾を引いているんではないかっていうのが現地で言われているそうですね。エジルが外れたことでの戦力的な意味ではなくて、選手の間にちょっとメンタル的な問題で、やっぱりこう納得がいかないんじゃないかと、選手の間でね。で、ちょっとね、オバメアンも全然点取れてなかったりとか、いろんな選手たちもなんかこう、やっぱりこうね、分かっちゃいるけどギクシャクしちゃってるんじゃないのかなと。だから選手の方に、そのね、戦術の問題なんだと、ポジションがないんだと。その説明は不十分だったということですよね。だからその説明だけでは、ちょっと選手は納得がいってないんじゃないかなっていうことでね、ちょっと選手間の間でギクシャクしちゃっているんではないかというのが、なんか今、現地でも言われているそうなんですよね。いやー、まあでも、まあ、正直言って、やっている選手が一番よく分かってると思うんですよね。エジルが使えない選手なわけないじゃないっていう。選手がよく分かってると思うんですよね、エジルのうまさ。だからね、やっぱ外されるっていうのがおかしいってやっぱりみんな思っちゃってるんでしょうね。だからここがね、ちょっとケチがついちゃったのかなと。よくね、マグがサッカーの、強い弱いの時によく言う、チームにケチがつくとね、成績って悪くなるもんなんですよね。はい、というわけで、ね、マグのガチャもケチがついちゃいましたね。こんな暗い話題をすると、ガチャにも影響があるという、そういう、そんなことあるのかな。なんとかね、明るい話題を提供したいところなんですが、明るい話題がサッカーにない。非常に残念ですけれどもね。で、逆にね、戦ったエバートンなんですけれど、まあ、アーセナルでプレーしていて、まあ、エメリの時にクビになったのかな。ね、ちょっと首に、まあ、ほぼ首でしょうね。首扱いでエバートンに移籍した、イオビなんですけれども。今回ね、この無料ガチャで多分イオビが無料280連の中に入ってると思うんですけど、あのイオビ選手はね、今エバートンにいるんですけど、いや、大活躍でしたね。いやー、でもね、イオビもね、なんだかんだね、あんまり決定力なかったんだよね。キーパーと1対1とかほとんど入んないんだよね。だけどね、いたらいたで絶対試合に使いたくなるようなタイプの選手なんだよね。多分言うこと聞くしね、いい子なんだろうね。で、結局ね、今回、先制点のアシストがね、イオビなんですよね。また、逃した魚は大きいんでしょうね。やっぱりこういう時にそう思っちゃいますよね。で、やっぱりちょっとね、今のエバートン、左ウィングの、リシャルリソン、そして、フォワードギャルバート・ルーイン。ね、すごいいい選手ですよね。ホールディングを相手に空中戦勝ったもんな。いやー、いいフォワードだなー。ね、で、エバートンはね、今ちょっと、
戦力がねかなり高いんでね、いや普通にあの上位に進出してもおかしくない力があるんでね、今本当怖い相手だとは思ってたんですけど、アーセナルはねエバートンと相性が良かったはずなんでね、なんかねここでちょっとサクッと勝ってね、ちょっとアーセナルの問題がちょっとこれでね少しうやむやになってくれればよかったのにダメでしたね。そしてガチャもダメなんだ。明日こそはサッカーのいい話題ないかな、なるべくいい話題をお伝えしてガチャもいい動画をお伝えしたいですね。というわけで明日までカット。ヴェルディの方もいい話題じゃないんだよなはい、というわけでただいま12月22日火曜日、年末アブでいきたいと思います。サク1,2,3,4,4 体か。前回がねやっぱり5体だったんで、もう1体ぐらいは欲しいですけどね、どうなんですかね、なかなか出ないですよね。はい、じゃあ今回もねまた何かしらサッカーのネタを話していきたいと思います。今回はやはり、Jリーグアウォーズがありました。まあちょっとね、巷の予想ではあったんですけれども、まあ、川崎フロンターレが独占するんじゃないかなんてちょっとね、まあ言われていたんですが、まさにそのような結果になりました。ベストイレブンがこんなことになるのってめったにないような気がしますけれども、すごいですね、こんなことになることあるんですね。ゴールキーパーから4バック、そして中盤の4人に至るまで全員川崎フロンターレ。いや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 、そんなことあるもんだね。いやいやいや、まあ、名前はね、ざっと言ってみると、チョンソンリョン、山根、ジェジエウ、谷口。いや、ちょっとこれすごいな。田中、森田、三笘、家長、ということになってますね。俺、ま、誰か今なんか、逃したかな？まあ、いいや。これで、全員フロンターレになりました。そして、フォワードはエベラウドと、オルンガということになっております。で、MVP は、これも予想通りの結果になりましたね。優勝はダントツで川崎フロンターレだったにもかかわらず、MVP はきっとオルンガだろうと。ね、まさしくその通りになりましたね。J リーグの MVP はオルンガということになりました。そっか、アフリカ人選手としては初めてということなんですが、そっか、インパクトだけは残したんだけど、M ボマって取ってなかったんだね。ものすごくあのゴールがほとんどスーパーゴールだったこともあって印象深かったんだけど、そっか MVP は取ってないんだね、ムボマってね。いやまあでもちょっとね、オルンガは別格でしたね。ただねちょっとね、あのああ終わっちゃった。というわけでなし。これあれかな、水曜日ってないのかな、あれこれでラスト、それともまた俺何通勤時間のごちゃごちゃの中で最後の10クレをまた回す感じね。ちょっとね子供たちの声が入っちゃうんでね、なるべく恥ずかしいんでやりたくないんですけれども、もしかしたら明日の朝もあるのかな、まあわかんないから一応ここで締めの挨拶はね一応言うかもしれないね。あのどっちかわかんないんでね。さあもう10年いきたいと思います。ちょっとね、あのセガが出してるね他のゲーム、フッティスタっていう、まあ、ゲームセンターでやっている、サッカーゲームがあるんですけれども、そちらの方にもね今回あのオルンガがあの、まあ、J リーグも引けるんでね、あのオルンガが出てきたんですけど、異常な数値の低さでね今ね大炎上中でございますね。いやオルンガがスピード69はねえだろうと、やべえ選手だよっていう、ちょっとおかしいんじゃないのこの数字っていう風にね、あのちょっと色めき立っていたところだったんですけども、まさかの、セガが公式で謝罪、いろんな選手の数値間違えてましたというね、まさかのまさかでしたね。実はオルンガだけじゃなくてね、ほとんどの選手を間違えていたということで、一体何がどうなってそんなことになるんでしょうかね。急いじゃったんでしょうかね。延期していただいてもよかったんですけれどもね。まあ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 、まあオルンガが69ってのはないよね。69だったよね、確かね。俺もね、引いてね、見たときにね、いや、J リーグだからこんな下げてんのかなと思ったけれども、いや、それにしても、オルンガをそこまで下げるのはどうかなっていう、ちょっとそう思ってたんですけれどもね、どうやら本気で間違えてたみたいなんでね。ということは、なんか、後々修正が入るっていうんですけど、これどうしたらいいんでしょうかね。これカードも引き直さなきゃいけないのか、それともカードはそのままで、
数字が変わったバージョンが出るのか、ちょっと心配です。マグはね、数値の低いオルンガを引いちゃってるんですよね。まあ、ゲームの中のシステム上変わっていただければね、なんかちょっとレアアイテムっぽくていいじゃないですかね。ああ、引かなかった。あら、50連連続なしですね。ちょっとこれはいただけないな。というわけで今回、後半戦引いたのは4体となりました。もしまだ10、あと10クレ引けるんでしたら、そこでラストチャンスと、そういうことになると思います。じゃあね、これね、よくアメトークで M1 の優勝者が、ね、2つバージョンを取るときと同じようなね、ことやりましょうかね。だから、こっから先が使われていた場合は、あれですよ、次の10連がなかったっていう、そういう体でいきたいと思います。2パターン、音声取りたいと思います。はい、というわけで、やっぱり、水曜日にもありましたので、最後の10連いきまーす。声入ってるかね。マスクもしてるしね。最後に星5一体いただけるといいですね。そして本日アップデがあると思うんですけど、何のアップデが来るのかね、そこら辺も注目したいと思います。ダメだね、やっぱり坂道歩いてるからね、息が切れる。これがラスト、ラスト見て。やっぱりダメだね。最後の挨拶はね、一個前の挨拶を使うわ。喋れそうにないよね。意外と星の音が大きい。バイクの音も入ってるでしょうね。ああ、ダメでした。というわけで最後の10連でした。土日のどっちかにちょっと混ぜらんないか。SWCC あるもんね。というわけで、280連なかったのかな？何連だったんだろう。じゃあさらにね、10連、マークが見逃しちゃってるんで、全部で何クレになるかわかんないけれども、直前アプデ、年末直前アプデ、なんだっけ忘れちゃった。というわけで、無料280連ガチャの後編でした。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。